北朝鮮のミサイル実験がもう過去最多レベルで今進んでるじゃないですか。で、気になるのはその資金どうしてるのかっていう話ですよね。簡単に言うとサイバー攻撃をかけて、世界中にかけて、で、暗号資産をどうやら盗んでいるらしいんですよ。ここからさらに恐ろしいんですけど、狙われているのは暗号資産だけじゃなくて、今日本でいうと中小企業が狙われているということで、中小企業のデータが狙われてるみたいなんですよ。中小企業のデータを読み取れないようにして、それでその上で復旧してほしければお金を支払いなさいという身代金要求型攻撃っていうのも、しているらしくて、これ北朝鮮の得意分野みたいなんですよね。